皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は文字式の積、累乗、小の表し方、こういうタイトルでお話しします。 A、B、X、Y などアルファベットの文字を使って表した式、これを文字式と言います。文字式の表し方にはルールがあります。そのルール、まず積掛け算ですね、次に累乗、そして小、そして最後にテスト、ここで間違いやすい部分、こういう順番でお話を進めます。まず積の表し方ですね。丸1、文字式では乗法の記号のかける、ね、このかけるの印を省きます。2つ目、数と文字の積は数を文字の前に置きます。括弧1番、 6×A、 数字の部分6ですから6が来て、でかけるを省いて A6A、 これが答えになります。括弧2番、 X×-2、 数字マイナス2ですからマイナス2が前に来てマイナス 2X、 これが答えです。次3番は文字とかけた1とかマイナス1、これは1を書かないというルールがあります。括弧3番、 B×1、 上だけのルールだったら 1B って書きたいんですけど、1を書かないでこれはただの B、 こう表します。括弧4番、 マイナス1×Y、 これも上だけのルールだったらマイナス1Y と書きたいんですけど、これはマイナス書いて1を書かないで Y、マイナス y と、このように表します。丸4、掛け算した文字はアルファベット順に並べると、こういうルールもあります。括弧5番、 B×7×A と、数字はまず最初に来るので7が一番前に来て7で、アルファベットの早い方の A、 次に B と 7AB、 こうなります。括弧6番、 -y×0.1×x、 これ負の数が1つ入っているので答えは負になるので、まずマイナスを書きます。そして数字の 0.1、 アルファベットの早い x、 そして y、 -0.1xy、 こうなります。ここで1を書かなかったから 0.1 の1も書かないかというと、これはダメですよ。 0.1 というのは 0.1 という数字ですよね、普通の1じゃないので、この小数の部分の 0.1 を書いて -0.1xy と、これが、計算の答えになります。丸5番です。括弧でくくられた和や差は一つの文字のように扱うと、こういうルールがあります。括弧7、括弧 x+7、 括弧かけるマイナス2ですね、この括弧の中の部分ですね、これ一つの文字として扱います。文字は数字の後に来るのでマイナス2が前に出て、その後ろに括弧の x+7、 マイナス2括弧 x+7、 これが答えになります。8番、 4×括弧 a-b ですね、数字が前ですね、ですから4が来てその後ろに括弧の a-b と、4括弧 a-b と、こうなるわけです。丸6、同じ文字の積は累乗の指数を使って表します。括弧9、 a×-5×b×a ですね、まず数字が一番前に来ますから -5 が一番前に来て -5、 その後ろはアルファベット順ですね、 a の方が b より速いので a が前に来るんですけど、 a は1回2回かけているので a の2乗、その後ろに b と、ね、a の上に2と指数を使って -5 a2乗 b と、こういうふうに表します。10番は x×x×x×2分の1×y×y ですね、数字が一番前ですから2分の1が一番前、アルファベット順だと x が前です。 x は1回2回3回かけているので x3乗、その後ろ y ですけれど y は1回2回掛け算していますから y の
2乗2分の 1x 3乗 y 2乗と、こういうふうに表します。次は割り算、ね、乗法の方に移ります。割り算の答え、小の表し方です。1、文字式では乗法の記号割る、これを使わずに分数の形で表します。括弧1、x 割る3なら、割る数が分母、割られる数が分子、こうなるので3分の x、 これが答えです。前の部分が上、後ろの部分が下って、こうなります。括弧2番、 a 割る b 割る数が分母、割られる数が分子と、前が上、後ろが下って、ね、b 分の a、 こうなります。2、小が負になる場合、このマイナスの符号は分数の前に書きます。括弧3、 a 割る括弧マイナス5、これ負の数になりますから、まず負の符号をマイナスを前につけて5分の a となりますね。前が上、後ろが下ですね。括弧4番、マイナス3割る x、 マイナスを前に書いてその後ろに x 分の3となります。前が上、後ろが下と、マイナス x 分の3、これが答えです。3、括弧でくくられた部分、これは一つの文字のように扱います。括弧5、括弧 a プラス b 括弧閉じ割る2、割る数が下ですから2分のになります。そして上に a プラス b が来るんですけれど、この場合括弧は外れます。 a プラス b、2分の a プラス b というのが答えです。括弧6、 x 割る括弧 y マイナス z 括弧ですね、割る数の部分が分母 y マイナス z、 ここでも括弧は外れます。で x が上と、前が上、後ろが下と、このようになるわけです。さて次はテストで間違いやすい部分についてお話しします。加法と減法は省けないのに、加法って足したんですね、減法引き算です。これ省けないのに足し算引き算まで消えちゃってる人がいるんですよ。ですからここでしっかり覚えておきましょう。省けるのはかけると割る、この記号だけです。足し算引き算は省くことはできません。3問で確認しておきます。括弧1、 a×3 足す b×4、 省けるのは掛け算と割り算だけですから、掛け算がここに2つあって、この部分は掛けるを省けるんですけれど、足し算は省けません。前の部分 a×3 ですから 3a、 その後ろにしっかり足すがきます。そして後ろが b×4 で 4b、こうなります。ね、括弧2番、 4×x 引く y 割る3、省けるのは掛けると割るだけですから、省けるのはここの部分とここの部分だけ、この引くは省くことができません。ですから括弧2の答えは、前の部分が 4×x ですから 4x、 その後ろにしっかり引くをつけて、y 割る3は3分の y、ね、4x 引く3分の y、こうなるわけですね。括弧3番、マイナス 2×x 足す 7×z×y 引く 2 割る a と、こういう式ですね。省けるのは掛けると割るだけですから、省ける部分、ここの部分とここの部分とここの部分は掛け算の記号と割り算の記号、これ消えるんですね。で途中にある足し算の部分と引き算の部分は省けません、そのまま残ります。前の部分はマイナス 2×x ですから、マイナス 2x、 しっかり足すを書いて 7×z×y、 数字の7が来てアルファベット順で y で z、そしてその後ろにしっかり引くが来て、2割る a は a 分の
2と足し算引き算この記号は省けないのでこれはしっかり覚えてください、ね、掛け算割り算の記号と同じように省いちゃって答えを出す人が、最初のうちにかなりの例でいます。この部分は気をつけましょう。今回は文字式の積、累乗、小の表し方についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。